和歌山県世界遺産センターとは、和歌山県田辺市元宮町にある施設である。世界遺産熊野本宮館内にある。二千四年九月二日、和歌山県が、同県田辺市が、建設予定の観光施設である、本宮ビジターセンター内に、世界遺産紀遺産地の霊場と山景道の保全管理や情報発信の拠点として、和歌山県世界遺産センターを建設することを、 決定したことから構想が始まった。世界遺産センターでは、世界遺産登録地の保全や、活用業務とともに、熊野古道観光を促進する、現地拠点とすることが設置の主たる目的であった。当時は、日本国内の世界遺産登録地では、薬島、白上山地などに続き3例目で、同様の施設は、三重県も設置を予定していた。和歌山県は、 2005年4月1日に、田辺市が、本宮ビジターセンターを建設するまでの仮の、施設として、当時の本宮町役場庁舎2階に設置した。田辺市が、本宮ビジターセンターを建設後には、移転する予定であった。しかし、田辺市のビジターセンター建設計画が固まらず、また財政面の問題もあり、構想は遅れていた。計画が遅れる中、 世界遺産センターの充実を図るために、和歌山県は2007年4月19日に、ビジターセンターとは別に、総事業費2953万円をかけて、世界遺産センター内に、和歌山県の世界遺産を紹介した展示及び、交流空間となる、キースピリットをオープンした。展示スペースには、和歌山県産のヒノキを使用し、 三景道を解説版やイメージ映像を使って案内していた。交流スペースでは関連図書やビデオが鑑賞でき、語り部による解説や講義が開かれた。2007年2月7日、田辺市の地域審議会は老朽化した、田辺市元宮山村開発センターを取り壊し、その跡地に本宮ビジターセンターを建設、そこへ世界遺産センターを移設する要件に、 働きかけるという方針を発表した。しかしこの時点では、全体構想がはっきりしておらず、建設資金として、旧、元宮町から引き継いだ基金をいくら取り崩すのか、いつ建設に取り掛かるかは、全く決まっていなかった。2008年になり、ようやく、田辺氏が、ビジターセンターの新築を決定し、世界遺産センターも移転する見込みとなった。 2009年7月3日、世界遺産熊野本宮館として、開館、世界遺産センターは同館へ移転した。2011年、紀伊半島豪雨災害をもたらした、台風12号により、熊野本宮館は浸水、建物の基礎から傾く被害を受けたため9月26日に、田辺市も富谷行政局3階へ仮移転、熊野本宮館復旧までの1年間、 元宮行政局で活動した。2014年6月24日、インドのアジャンターセックス軍のビジターセンターと交流協定を締結した。ありがとうございます。